何でも、A がもう一人の学生時代の友人、F に誘われて、二人で B 宅を訪問してきたそうです。何かが今もいるのか、そして何より、B の子供は普通なのかどうかが知りたかったと。もっとも、帰ってきた後の話を聞くと、行くんじゃなかった、と言っていましたが。A によると、B は郊外のややのどかなところに住んでいて、喜んで迎えてくれたそうです。休日だったので、B 夫と子供もいて、挨拶したと言っていました。そして結論から言って、やっぱり何かは B の中にいたそうです。しかも、A 曰く、育っていたと。大きくなっていたというか、強くなっていたというか、はっきりしてきたというか。やっぱり、形とか顔とか、そういう輪郭は見えないんだけどね。聞いたとしたら、濃くなってた。人影だとしたら、立体的になってたって感じで。気配も強くなってて、撒き散らす匂いっていうか、放射能みたいなものが増えてた感じで、正直ゾッとした。また、A と F が最寄り駅に降りた時から、街そのものがひどく嫌な感じが漂っていたそうです。見える人ではない F さえも落ち着かない様子で、なんだか変わった感じのするとこだね。子供が多い割に静かだからかな。少し早いけど、お店入るより B の家行かない？というほどだったと。A は B の家に向かう間の短い道すがらに、霊的にひどく悪い状態のものを驚くほど大量に見たそうです。ひどい死に方をして浮かばれないんだと一目でわかるものとか、性質の良くない動物霊とかがもううようよしていたと。正味の霊だけじゃなく、怨念じみた空気の塊みたいなものとか、ものすごく古そうな嫌な気配とか、得体の知れないものが寄ってきたりして、本気で怖かったそうです。街が邪念にまみれているみたいで怖かった。一人だったら引き返してたと思う。でも、F に例の話とかして、変だと思われたくなかったし、もう後ろについてきちゃってるのもいたみたいだったから。B の家に行けばなんとかなる、と思って、そのまま行った。それで急いで B 宅に着くと、その中には相変わらず何も近寄らないらしく、B 宅内は、B の背負っている何かの気配が充満している他は、綺麗なもので、むしろほっとしたそうです。B 夫も B の赤ちゃんも普通だったよ。ただ、そっち系についてものすごく感受性のない人だった。元からいいものも悪いものも全然感じなくて、だからどっちの影響も受けなくて、一生こっちの現実の世界だけと関わって生きる人がたまにいるんだよね。B と一緒に暮らすなら、そうでないとダメだと思う。B 夫も赤ちゃんも、守護霊が見えなかったから。守護霊もあの家にいられなくなって、いなくなったんじゃないかな。守護霊いないって大丈夫なんだろうか。二人が B といないときは、守護霊が戻ってきてるのか、と A に尋ねてみましたが、そこはわからんとのことでした。何はともあれ、久しぶりに会ったんで、互いに近況報告をしたら、B の趣味というか、階段好きも健在だったそうです。そこそこ新しく、立地も良く、広々として立派な部屋だったので、F が褒めると、なんと B 宅は、札付きの貸物件だったらしく、結構な頻度で住人が変わるせいで、大して古くもないのに、B 一家は十何番目かの住人だそうでした。中で事故や自殺が複数あり、他にも不幸があって出て行った住人がいたりして、評判の部屋になってしまっていたため、家賃は破格の安値だったとか。不動産屋も案内してくれたけど、あんまり進めてこなかったしね。近所の人も知ってて、本当に大丈夫？あのね、何かあったら無理に我慢しないで引っ越した方がいいよ。こんな話して悪いんだけど、その部屋、いろんなことがありすぎるから、気をつけてね、って心配されちゃったよ。でも、この人そういうの全然気にしないし、私はむしろ幽霊いるなら見てみたいし。のほほんと笑いながら、B は言ったそうでした。でも結局、そういうのって話ばっかりだよね。うち、もう半年住んでるけど、全然何もないよ。近所でも事故とか結構あるし、踏切で跳ねられちゃった子供もいたし、気をつけなきゃ危ないのは同じなんだよね。偶然この部屋の人に集中したから、呪いの部屋にされちゃったんだろうね。F は、そうだよねとうなずいたそうですが、A は、顔が引きつるのをこらえるのがやっとだった、と言っていました。A 曰く、おそらくその部屋は、本物の呪いの部屋だったんだということでした。何かのきっかけで悪いものの溜まり場になってしまう場所、というのがあるんだそうです。霊的な位置関係とか、近くに沼や海があるとか、その方向とか、いろいろなことのせいで、悪いものを吸い寄せて溜め込んでしまうポイントができてしまうことがある、と。それが、建物の中で、気密性の高い部屋だったりすると、余計に溜まったものが出ていかなくなるの。そこに悪いものが溜まるから、他の場所がきれいでいられる、ってこともあるから。そこに B が住み始めたんだよね、いきなり。それは、つまり、A の表現したところでは、街中のゴキブリとか、ムカデとか、スズメバチとかを全部集め続けてきた害虫でいっぱいの小屋の真ん中で、不意に特大のバルサンを焚きまくったようなもの、だそうでした。そして A は、こうも言っていました。B のことが嫌いじゃないけど、二度と B の家にも、あの辺りにも行かないと思う。もっと散らばったりして、落ち着いた状態になるまで、何年もかかりそうな様子だった。A の話では、B 夫と B の子供は大丈夫だろう、ということでした。一緒に暮らしている限り、B の何かの気配が色濃く染み続けているから、大概のものは避けていくし、そもそも霊的なものに害を受けがたい性質だから、と。現に、帰りに B 夫に外出のついでに駅まで送ってくれたときには、道にたむろしている悪いものは、むしろ避けていたそうで。問題は、おそらく付近に住んでいる人だろう、と。なんか、後味の悪い話になってしまいました。俺もなんかすっきりしなくて、吐き出したかったんだ。多分、A もそうだと思う。A は見える人だけど、だからって漫画に出てくるスーパー霊能者みたいなことはできないんだと言っていました。絶対に勝てない。何もできないと分かっているものには、関わらないようにしてる。いちいち手を出してたら、今まで生き延びてない。と漏らしたのを聞いた記憶があります。ただ、何も見えないのに危険は自動的に防がれる B は羨ましくないか、と重ねて尋ねたときには、重そうにはっきりと首を横に振っていました。絶対に思わない。あんなものに体の中に住み着かれて、自分で気づいてない、なんて死んでもや。うまく説明できないけど、結果として助けてもらったことがあっても、あれは感覚が受け付けない、とのことです。普通の霊と何が違うのか、との質問に対する答えは、情念がない、でした。違和感については説明しがたいけど、わかりやすく言うとね、霊って、ある意味で心がむき出しに存在しているようなものだから、人でも動物でも、必ず何か色っていうか、思いが見えるんだよ。生きたいとか、苦しいとか、シンプルなのでも。その情念に基づいて、こっちの世界でたたったり、守ったりするんだから。でも B のあれは、それが見えない。何か意志があって能動的に動いてるのはわかるんだけど、その源になる思いが一貫して全くない。B の中から出てくるときも、B の中に戻っていくときも、井戸から出てきたものとぶつかっていた時でさえ、全くなかった。霊的なものとしては、絶対にありえないことなんだよ。本当に、何なんだろうか。